こうやってんだ。はい。それで、まあこれからやりますけども、フィックスロープを通過するときは、ユマールアッセンダーっていうのとこのセルビレのカラビナロープがありますから、どっちかは必ずかかってるように。で、かけ替えるときにこれ1個外しますので、その時に片っぽついてれば、まあ足滑らしておくことも止まるというシステムを作ります。こっちカラビナ、安全感知じゃない普通のカラビナ使います。で、これは使わないでよ。こっち、ユマールには、もう一個こうやってカラビナつけて、使わないときに腰にぶる下げられるようにします。それで、翔子さんみたいな細いスリングで見るのが若い、どこまでなくて、すいませんね。太いロープでこういうのを作ります。はい。じゃあ、ロープをみんな切って支給しますので、ロープに同じだな。ほんと3メーターぐらいあったかな。ちょっと持つんですか。ちょっとシミュレーションします。ここがなんだっけ、8の字、8の字ですね。8の字のここなりここなりここなり、ここで8の字で、ロープみんなに一本ずつ切りますから、こんな感じね。そうですね。それでここちょっとこう切るんですね。切ります。あ、少しだ。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 はい。はい、で長さを合わせて同じ長さを、意外と長いんですよ。両方ですよね。両方です。ちょっと近いのか。星野さん、後で赤いマジックとか。着きました。あ、大丈夫です。大丈夫です。やけどしないように。やけどしないように。どのぐらいになればいいですか。こんなことで大丈夫ですか。それで、そうやったら熱いんですけど。あ、なるほど。もう全然放っておけないっていう。でもね、そのままで乾かし、冷やした方が、はい、最後コブになってほどけにくいです。あ、カラビナ、まずですね、カラビナ、この安全感の、はい、ないカラビナを用意してください。どちらでもいいです。ここ、ちょっと待って、8の字結び、ちょっと結びいいですか。これをこのぐらい2つぐらい持てます。で、8の字結びっていうのは普通にこう団子、これが普通のなんとか結びって言うんですけど、これを半回転、頭をひねったやり方で、こうなんですよね。ですね。これ長いですか。でしょ。やりました。あ、ちょっと長いけど、でもいいですそれで。でこれで、ここをもう半回転こっち側に。こう来て、ここで入れないで、入れないで、もうこっち側から入れます。こっから入れます。こっちから。そう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 。これが八の字結び。こういう。はい、大丈夫です。ね、もうちょっと長くしましょうか。ここを最後にこう留め結びするんですね。こういう風に。やんなくてもいいんですけど、それでもいいですわ。あ、前は十分背高いからそれでいいです。長すぎる人はここに留め結び作ってください。ここはね、ちょっと短い、それ OK。 ここにこういうふうにして、あまり美しくないですね。これ作ったらカラビナ1個かけます。でなるべくこれここのちっちゃくします。僕のこれを見てください。こう
ギリギリなるべく動かないようにもうこれが動かないようなぐらい きつくします。あとはこうやってテーピングで巻いてこれが動かなくなってます。これ8500m ぐらいでかけようと思ったらこっち反対になってあかかんねえったらこれすごい労力なんですよ。これはねじれて常にこうできる。頭も悪くなってるし、はい、頭も悪いです。間違いないにしてるといいんだ。そうですね、これ大丈夫です。切れないですけど、ちょっと OK、 ただ皆さんね、ちょっと今8の字結びでやったんですけど、違う結び方にします。これ初めてじゃないです。エヴァンス結び。ああ、エヴァンスですか。やり方で体重がかかると締まるっていうやつです。首吊り結びです。こう。やり直しかい。丸を三つ作りまして、違うからこうです。これだけ。すごい簡単です。おお。難しい。じゃあ行きますよ。ですか。丸をどうでもいいからこう、どっちでもいいで丸を。4つ作りましょうかね。作ったらここで固定して手を持ってて下の長いやつを上から入れます。上から入れる、ここから入れる、そんでこれを引っ張って明るくなくしてください。明るくな引っ張っていくと自然にしまっていく。ここにしまっていく。巻いてるみたいになってきて体重がかかると締まるんですよ。はい、緩まないんですよ、ね。ちょっと汚いですけど、こう綺麗にこうループを届いてやるとこうなります。反対側皆さんやってもらいますから。なかなかで締まるね。そしたらここで留め結びを一つしてこういう形になります。ちょっと団子でかいんですけど、僕の今これ同じです。これは同じです。これの上からテーピングでぐるぐる巻きにしてほどけなくしたのがこれなんですね。テーピング巻くときにこれも体重かければかけるほど締まるんで思いっきり締めといてからテーピングそこにあるんで、ね、今あこれやります、はい、大事なのはここが緩まなきゃいいのでここをメインに締めていきます。あんまり美しくないですけど大丈夫です。ちょっと美しくしたいな、やっぱり美しくしますか。美しくなっていい、安全性であれば。で、あとはここから巻いていけば綺麗な方が安全なんだよ。あ、そうなの、うん、そうか。でね、あとは太いテーピングであります。そこに1本太いテーピングが あそこだ。最後の、はい、カラビナ1本借りていいですか。はい、それでこっち側はですね、もうこういう穴なので緩んでも構わないですから、こっちのエヴァンス結び今やりましたけど、ちょっと今度は8の字で、いや団子にしようかな。まずじゃあこれ団子作ってたらこうやってこう、はいはい、もうちょい長めの方がいいな。あった長め短いな、短い短い、もうちょっと、はい、それでいいですね。そしたら今のこの穴に通します。下これです。はい、通したらこれを同じように戻していきます。おお、そういうことか。なんか前を学んだ気がする。同じように戻していきます。こういうふうに、ちょっと美しくないですね。難
しくやってください。こう。これでこれか。止め結びするのか。あとはちょっと足りねえな長さ。止め結びしなくてもいいです。しなくてもいいです。輪はやっぱちっちゃめの方がいいですか。いやあのねちょっとこう大きくしてこれカラビナこうやるんで。でこうぶら下げる。こうぶら下げるカラビナをつけるんで。このぐらいで大丈夫ですか。そうですね。それぐらいですね。結構割と美しくなっちゃう。これは。腰にぶら下げるときはこれで。もういらないカラビナをつけなくていい。ね、いらないカラビナね。あ、したら神山さんにこれ1個貸してあげてもらっていいですか。いいですか。助かります。はい。したらですね、ここもう1回体重かかるとほどけないんですけど、あの留め結びもやめて。末端をこれで固定して終わりにしましょう。テーピングでね。うん、いい感じ。これでもうほどけないです。じゃあこれやりますね。これ星野さんなんですけど、カラビナが湯回るよりもちょっと長くなるようにします。はい。まあなそれで不調さそれでいいです。はい。ね。カラビナがね、上部 もうちょっとカラビナ長く。はい、そうです。ですか、うん、でここにただの団子結びを作ります。ただしこの団子ここを長くこのぐらい長くします。10センチか15センチぐらいここがなるように、はい、これ見ますんでしょ。普通にぐるっと団子を作ります。もうちょっと長い方がいいな。もうちょっと長い方がいい。そのぐらいです。ここ あ今ね長さが変わっちゃいました。ちょっと長いです。回すのは普通の団子です。団子作りますよね、はいはいはい、でこれです。あ、これで蹴ってできた。できましたか。できた。それちょっと短いな。短い、はい、このぐらいの星野さんか常務と同じぐらいこのぐらい輪っかができるよ。はい、はい、あ、大きい分には構わないです。もうそこに固定しちゃうんですね。なぜ長くしたかっていうと、このハーネスに朝ハーネスつけたら固定します。ここにビレーループあるんですけど、これを使わずに、これは使わずに使わずにこの2本、上部だったらこことここ、こことここですね。それでこのカラビナここにはかけないで横につけてます。この2本だ。あのビレーループには何も物をつけない。ビレーループには物をつけない。横にやってて、でこのループありますよね。これをこのビレーループじゃない、これでね、この2つに通します。はい、根こそぎ行って、これカラビナーと湯丸両方通しちゃいます。で、この団子も通しちゃいます。そうするとこう、団子ごと。そうするとこういう風に。下から行っていいですか、これ。下でも上でもどっちでもいいです。で、長さ調整はこう団子作れば短くできますので、今日やってみて長すぎたら団子の数を増やしていけば、いいです。どういう時に、傾斜のきつい時は短い方がいいんですよ。体重かけるとこれが遠く行っちゃうから。で、氷河を歩く時とか、傾斜のない時はこれを長くして、これが地面につくように、ギリギリのところ、ちょっと長いですね。で団子、団子2つで作ってください。長いね。長い。団子作ってください。なぜかというと、こう平らなところを歩く時に、このぐらいかな。これ距離が長いってことになるのかな、じゃあ。これね、これは手をこうやってみてください。で、若干長いかな。若干長い。意外と体重かけるとこれ、ユーンとこう伸びるんだ。そっか。その時に体重かかった時にオーバーハングとかでこれが遠く行っちゃうと届かない。オーバーハング。なるほど。今日オーバーハングありますか。薄かぶりです。楽しみだな。薄かぶりです。だからね、伊藤さんはもう一個団子かな。はい。今丸の方。今丸の方団子。こっち。西なんか。伊藤さんもう一回やってるんで。多分それ大丈夫です。常務はこれでもう一個ぐらいかな。団子。団子職人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 
丁ですね。あ、これいい感じくせえな。いや、長い、カラビナの方が長いかな、まだ。まだ長い。地面につかない方がいいです、カラビナ。もう一個団子ですね。とりあえずこれでいきましょう。でこっち持って、手つかない。一個団子しましょうか。団子ってこっち回すだけです。回すだけです。はい。僕の見てください、ギリギリ足地面につかつかないかなところなんで、これ団子ですね。で、岩場とかは短い方がいいんですけど、こう斜面緩い時は1回にいっぱい行きたいんで長い方がいいんです。今日はちょっと岩場のセカンドステップシミュレーションなんで短めで設定にします。それは団子をほどいたりして調節する。開けるのはこう持ちまして、あ、こっちでやる、右手を使う、はい、片立てできるように。ちょっと下にちょっとこっちっぽく押す。こっちロープかかってて、こっちロープかけるとこれダラーンとこう落ちるんですよ。そうするとこれ愛染引っ掛けるんで、こうなった時は必ずここにかけるか、はい、でトラバースの時はここにかけます。ここにかけるのでちょっとこれが長くなってる。あ、本当だ。要するにね、なんでトラバースの時はこうかけるかっていうと、もう一回上でもやりますけどね、見ててください。トラバースっていうのは横に進んでいく時なんですけど、これロープこういきますよね。で落ちた時これがこう入っちゃう時があるんですよ。ちょっと動かなくなるので、ここにカラビナかけるとこれこう来ないんですよ。常に動くって。すごい。でここにかけるのが一番いいです。ただ頭がバカになってくるとこれ穴に入んなくなるので、その場合はここにロープをまたいでここに、ね、これが一般的なやり方です。はい、それかもしくはこの上にこのままかけちゃう。ロープこうなってますから。トラバースの時はロープ下に垂れてるんで、もう必ずトラバース横ばいの時はここにかけるっていう、これが一番安全です。ロープがこう来ないんで、これがないとさっきこうなってスタックしてます。ここが緩んでて外れちゃいます。外れることはめったにないですけど、必ずこっち側のロープはこういうのを習慣にすると一番安全です。またやります。今忘れてもらって結構です。絶対忘れますから。はい、じゃあですね、羽根つけたまま行きますので、あ、まあ着替えますよね。着替えます。これ持ち運びするときは湯回るはこのカラビナでぐるっとります。同じ方向にかけてもいいですし、こっち側にかけてもいいです。でもね、右利きの人はカラビナを右側にかけるっていう風に習慣づけた方がいいです。なぜかと言いますと、常にこう湯回るで登るわけじゃないんですね。カラビナだけかけていくこともあります。それでカラビナだけだと1個じゃないですか。でアンカーでかけ替えるときに、かけ替えた瞬間ってこれ安全じゃないんですよ。もしここで滑ったら落っこちる。その時にこのところで両方ロープ、わかります？こっちのカラビナ2本のロープを常にこうかけてれば、かけ替える時もこっちガチャ、こっちガチャってやれば常にロープに自分が固定されてる。そのためでもあります、これは。ですね。でもほとんどの場合もうこれだけで行くと多いんですよ。これだけ下りなんか特にもうこれだけで、はい、ロープ掴んでおりますから、こっちの方がよく掴むんだ。そうです。こっちは向かいにあったことある。ちょっと伊藤さんも持ってきます。はい、だからブラブラで、ロープが壊ります。で分厚い手袋してます。ゲートなかなか開けられません。ちょっとはもうこれをこのままこうロープもう一回切ればいい。はい、ポンと。おー、なるほど。ポンといいですね。で今度外すときはこれをこのままこうです。そうすればゲートいじらなくてもどうですかいいですか。はい、これをやりますね。外すときはこうです。
これ危ないんですけどね。金ひねって。ここをここにのここのゲートにこのロープを乗せてやる。ああ。これだったら。あ、逆のこっちの。ここに乗せて。なるほど。こう来てこう。はい。はい、でこうロープこれ緩んでるとできないんですよ。うん、だからあのアンカーのところに来たら自分でロープピンここが。ハーケンとかだったら、持っててくださいね、はい、グッとピン外しちゃってポンで外すときもピンと外しちゃってポンってやれば外れる、うん、これはあの分厚い手袋一つもできます、はい、確かに、はい、素晴らしい、うん、